はい、皆さんこんばんは、たくまです。今回の動画は、またまたね、Facebook とか、まああといろんな SNS、まあ言ったのは Instagram とあと Twitter とかで、紹介したものなんですが、そういえば YouTube では言ってなかったなということで、また SNS やってない方に向けてちょっと発信していきたいことがあります。もしくは僕の Facebook とか見てない方でも、もしかしたら、今回初めて見るっていう方も多いと思います。今回お話しするのは、アクティブリアサスペンションのまたお話なんですけど、最近ちょっと多いですね、このお話。これはすごい今からお話しするのは重要なことだなと思っていて、今からお話しするわけでございます。アクティブリアサスペンションの搭載位置、分かれてますよね。バルク側に、上からね、バルク側にこう通すタイプと、下のサスマウントのところにつけるタイプっていうのが2種類存在、まあ2020から存在してるんですが、これらの違いについて今回はちょっと語りたいなと思います。なので、まあ、XAT4-2020 を使っている方、もしくは、もしかしたらサーパントとかも同じ風にできるのかな、なんか搭載位置変えれたりする車があると思います。他にそれに通用するとは思いますので、ぜひ参考程度に皆さん聞いてみてください。それではどうぞ。まずね、いつテストしたか、ラジコン天国名古屋さんで、山々杯が行われた時にいろいろそこら辺を重視してテストしましてですね、やっぱりこの車ちょっと曲げたいなと思った時に思ったのが、やっぱオプションパーツの後ろのアクティブリアサスペンションをつけてアクセルを踏んで曲げたいなと思って、でリアのちょっとトラクションもなんていうんですかね、ちょっとかかりが薄くしたかったっていうのもあって、アクティブリアサスペンションを使うとちょっとリアの不安定感は出るんですけど、まあ、曲がりがすごい出ますので、僕は使用しているんですが、このバルクに搭載する型と、サスマントに搭載するやり方、ちょっと噛んじゃった、そこの違いは、ざっくり今から説明していきますと、まずバルクにつけた場合と、サスマントにつけた場合の違いっていうのは大きく、やっぱり操縦性の、やりやすさっていうのが関わってきていて、その次に曲がり方で、その時にアクセルを抜いた時の、なんていうんですかね、ちょっとふらつく部分があるんですが、 ARS っていうのはそれのなしとありみたいな、ちょっと軽減されるみたいな、そういうところ、まあ以上3つぐらい、そしてちょっとだけオプションパーツを使わないといけないっていうちょっとデメリットもあるっていうところもあります。まず一つ目のその言っていたことなんですが、操作のしやすさっていうのは格段にサスマウントに直付けする方よりは、バルク側につけた方がめっちゃやりやすくなります。で、バルクにつけてやることによって何が操作しやすいかというと、アクセルを抜いた時の、なんていうんですか、今フラフラ感って言ったじゃないですか、それがすっごいなくなります。なので、普通にサスマウントにつけて走行した場合は、アクセルを抜くとすごい、なんていうんですかね、リアが抜けるという動作、まあ巻くっていうんですけどね、ラジコンだと、まあスピンモーションみたいになって、アクセル抜いた瞬間にスンってリアが出ちゃうっていう現象が起きてしまいます。まあ多分ね、やっぱり何ですかね、何の原因なのかわからないんですけど、まあやっぱ足がこう後ろ動く分でしょうね、やっぱり変化している分そういうことが起きるのでしょうけど、まあやっぱり何でしょう、フレックスとかも関係してるんですかね、こういう、なんていうんですかね、アルミのサスマウントにつけたりとか、アルミじゃないか、サスマウントにつけたりとかすると、やっぱシャーシのねじれとかに関わってくるんですかね。まあでもそういう謎のちょっとあるんですよ、そういう操作しづらいっていうのが。でもバルク側につけるとそれが一気になくなるんですよね。なのでアクセルを、まあなんていうんですかね、まあ前まではブレーキをちょっと残しつつコーナーに進入していかないと巻いていたのが、このバルク側につけることによってそれがなくなるっていう、いや、めちゃめちゃメリットじゃないですか、これ。そうなんですよ。だから、僕はラジコン天国名古屋さんでどうしても使いたくて、で、ちょっとそこだけ操縦性が難しかったわけです。で、このバルク側に設置することによって、すごいやりやすくなったっていうのがあって、まあ、これはカーペット路面でも一緒です。カーペットの路面でも、サスマウントにつけるよりバルクの方が良かったですし、まあ、圧倒的にね、メリットしかないなって感じました。で、先ほど言っていた、ちょっとデメリットみたいなこと言ってたじゃないですか。それは何かっていうと、このね、バルク側につける方向性にすると、オプションパーツがちょっと必要になるかもしれません。これはなぜかというと、変化量の、なんていうんですかね、変える、その数値の値がちょっと、なんていうんですかね、1度変化するみたいなのが普通になっちゃって、バルク側にすると、0.2 度、0.3 度、0.4 度、0.5 度とか、そんな風に細かく設定できなかったんですよ。
サスマント側でやると別に 0.2 度の変化みたいな、イニシャルトークンから 0.2 度変化しますよっていう設定はできるんですけど、バルク側にするとそれができなくなっちゃって、で最近ねエクセレから出た、カーボンのこの、ナックルとアルミの C ハブと、アルミのアルミのブロックかな、まあ、セットが売っているんですが、それを使用することによって細かな、設定ができるようになります。なので自分は今、前まで1度しか樹脂でやってた時なんですけど、無理だったんですけどね、これにすることによって 0.4 から5度とかいろいろ設定できるようになってます。なので今変化量は 0.3 度っていう設定にしていて、やっぱり変化量ありすぎると若干車止まっちゃう気もしますし、動きすぎな気もするじゃないですか、気持ち的にも。でやっぱりその変化量は 0.3 度とかにしておかないと、広いコースになると失速感がすごい出てしまうので、自分は 0.3 度とかで普段やっております。で、このバルク側の方向ですることによってすごいメリットがあるって言ったので、もう一つ紹介しておきます。カーペット路面で ARS って使うと、すごいなんかなんていうんですかね、アクセル抜いた時のその巻きが原因で失速感がすっごかって、でタイヤの剥がれ、タイヤもすごい剥がれちゃう、瞬着が剥がれちゃって、長く持たなかったっていうのがあったんですけど、このバルク側にすることによってカーペットでもすっごい使えて、でカーペットでやっぱり失速せずに走れるので、これね曲がるし止まるしで巻かないし、めちゃめちゃカーペット速いです。なので自分が今、カーペット路面で最速出している車はこの、アルミのフレックスのシャーシにこの ARS 付きで、でバルク側でオプションも全部入っているっていう仕様でやっていて、すっごいね今調子がいいんですよ。でまあちょっと関係ない話になっちゃうんですけど、フロントのベアリング式のダブルカルダンもすごいおすすめです。僕今つけてて、カーペットやっぱりフロント逃がしたいって思うじゃないですか。なので僕はこれをつけて失速感なくして、で前がかりもなくしておいて、すごい運転しやすいし失速もしない仕様になっていて、ほんと今ねめっちゃめちゃ調子がいいんですよ。もうはい、まあそんなお話でございます。まあもちろん今カーペットのお話しましたが、別にハイグリップでも、アスファルト路面でも、バルク側にするとすごい運転しやすくなるので、ぜひね騙されたと思って、もうこのオプションを別につけなくてもいいので、一度変化でもいいって方はぜひねバルク側にしてみてください。僕もね一度ずっと走っていたので全然問題はありません。ぜひやってみてください。それでは、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画良かったら、チャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いします。あとですね、リクエストを受け付けております。リクエスト何気ないが教えてほしいとか、どうやればいいですかとか、まあ、僕が分かる範囲なんですけど、僕が分かる範囲ではお答えできると思います。多分できると思うので、ぜひ気軽に言ってください。僕はもう全然大丈夫なので、もう何でも言ってください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。